それでは、ただいまより委員会の例会を開会させていただきます。はじめ野総会長にご挨拶いただきます。それではご存じのように、昨日谷垣総裁と野田総理等々との三党合意を踏まえて一定の合意がなされたということであります。小選挙区制度を採用しているっていう国はそんなたくさんないんですが、小選挙区制度を採用している国で連立というものは、連立問題としては各選挙区で全部戦ってるわけですから簡単にできるはずがないのにもかかわらず、少なくとも今回は日本では二大政党が手を結んで間違いなく合意達したというのはそれなりに評価されるべきものだと思いますし、その内容等々に関連しても市場でも、またいわゆる経済界なんでも高い評価、高くもないか、それなりの評価が出てきたということだと思っております。ただ問題は、三党合意というのはこれは極めて目的は限定波及している。消費税等々関連法案という目的が明確、期間は成立するまでですから、その3目的は極めて明確、期間も限定されているのであって、これは打ち出の小槌ではありません。これさえ人質にとっておけば、あとは何でも全部合意できるなんて、そんなもんではない、はっきりしているんだと思っておりますので、明日10日の日にこれが採決になる、参議院でなると思いますが、これになったあとは、少なくとも11日から、まあ、オリンピック等々が12日で終わり、13、14とお盆、15日が終戦記念日と終わった後の16日から、国会が審議が再開をされることになりますが、ここから先は対決です。はっきりしてます。したがって、いろいろ表現があって、近いうちに審を問うとか、近い将来とか言うんですが、近い将来、飯を食う井上君って言ったら、まあ大体食われってことですよ。近いうちに飯を食おうと言ったら、大体それはもう、普通だったら、2週間そこからがで普通に間に食うというのは、これは社会常識ってもんだと思いますので、近いうちに飯を食おうという話と同じような感じであれば、当たり前の話だけど、これは当然のこととして、この16日から再開された後、我々抱えている問題っていうのは、もうどうしても今やらなければならないという、よほどの問題でない限りはマニフェストにもないことを自民党と組んで通った、やった以上はきっちり国民に信を問うていただく、それを要求するのが我々にとって当然のことなんであって、16日からはいよいよ近いうちを履行してもらう、履行してもらうために我々は選挙に追い込んでいかねばならない。党利党略とかいろんなこと書いてあるからどうでもいい、そんな話は我々は目的が極めてはっきりしてますんで、私どもとしては、この人たちに内閣を運営させるということは国益を損なうと、そう確信して我々戦っていかねばならないと思っていますので、いろんな意味でいろんなことが出てくるでしょうけれども、目的は極めて明確にして腹を据えて、このお盆、この週末からみんな帰られるんだと思いますが、ぜひ地元に帰って選挙運動等々しっかりして、いよいよの時に備えていただくようによろしくお願い申し上げます。